歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが2023年5月8日自身の SNS を更新。体調を崩した娘リーカちゃんを心配する様子を綴った。この日團十郎さんはおはようございますというタイトルでブログを更新。昨晩レイカ体調を崩してしまったと、レイカちゃんが体調を崩したことを明かし、学校休みです。仕方ないです。ね、と綴った。続けて、今日から普通の生活となるわけですね。と述べ、長い時間でしたと、コメント。一方で、レイカ、具合悪いので、本当に油断は大敵ですと、心配そうに綴った。また、その後に更新したブログでは、明日二人とも私と一緒にお仕事あると、子供たちについて述べ、昨日、髪の毛切りましたと報告。レイカの体調心配ですと、親心を綴り、多分一時的に何かに当たったのかなと思います。と推測した。この投稿に読者からは、レイカちゃんお大事に、早く良くなりますように。温度差の激しい毎日なので、体調を崩しますね。などのコメントが寄せられ、多数寄せられている。